クレヨン・しんちゃん嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲は2001年4月21日に公開されたクレヨン・しんちゃんの劇場映画シリーズの9作目。上映時間は89分。興行収入は約15億円。キャッチコピーは未来はオラが守るぞ。本作は21世紀初の劇場版クレヨン・しんちゃんである。本作では 親世代が20世紀の象徴として、子供世代が21世紀の象徴として描かれており、過去と未来の工作が描き出されている。本作では20世紀、特に昭和30から40年代の高度成長期を解雇するコンテンツやギミックが多用されている。そのため、本来のクレヨンしんちゃんの視聴者層である子供だけでなく、むしろ子供の親に向けられた作品であるとも言える。 本作の DVD の CM には俳優の安部博士が起用され、大人の鑑賞にもこらえうる感動作であることを強調した。監督の原敬一は、あの形で作るということに関して、クレヨンしんちゃんじゃなくなるという自覚はあったが、それでもいい映画を作りたいという気持ちが勝って、あの形にした。出来上がった時諸号や試写会で、実際に偉い人や出資者たちは不満そうだった。 こんな不愉快な映画初めて見たとも言われました。新ちゃんではないということなのでしょうと語っている。樋口真嗣は誤解を恐れずに言い切ってしまえば、決まったキャラを売る条件さえクリアされていれば、あとは何をしても OK。その抜け道を利用して作られたのが、宮崎駿監督のカリオストロの城であり、押井守監督のビューティフルドリーマーであり、原圭一監督の 嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲と指摘している。野原鶴、野原博士の子供時代が劇場版初登場。松尾銀さんが野原銀之助役を演じた最後の作品である。本作にはテレビシリーズで原型となった回があり、監督野原はこれだけで満足すると思ったら中途半端に自分の中に火がついてしまって我慢できずに、 映画のネタにまでしてしまったと語っている。原型となった回、母ちゃんと父ちゃんの過去だぞ一の内容は、懐かしのアトラクションができて、みんなで行くという話で、このエピソードは、ビデオソフト化されておらず、原自身もタイトルを忘れており、誰か録画していたら、僕に見せてほしいとも話している。監督、脚本、絵本手は5作目から引き続き原圭一が担当する。 物語の結末は考えず、最初の万博のシーンに取り掛かっている最中、現場の若いスタッフに、なんで、こんな描写をこんなに丁寧にやるんですかと惹かれてしまったらしい。それに対して、監督の腹は、うるせえぞ。やりたいからやるんだよ。と返したという。また当時は、社員監督ということで、やりたい放題ができたと言えるんですよ。 チェックが甘い会社だったんですよとも発言している。音楽は前々作、爆発、温泉ワクワク大決戦でも担当した、浜口史郎が登板。主題歌は前作、嵐を呼ぶジャングルに引き続き小林幸子が担当しており、映画シリーズで複数作品の主題歌を担当したのは小林が初の事例となる。ラストに、新之助が必死に階段を駆け上がるシーンがあるが、 これは、テレビ朝日プロデューサーの大田健二の、敵とは戦わずに、しんちゃんが階段を駆け上がるみたいなのが良いのでは、とのアイディアを取り入れたものである。原は、テレビ局の方がそういった冒険的な判断をしてくれて嬉しかった。そして、あのシーンは、音楽の面の功績も、非常に大きいと感謝の胸を発言している。ゲスト声優として、 小坂井和樹と関根勤が一シーン出演し、本人役で持ちネタを披露している。この出演は、関根が娘、関根まりと一緒に映画版を見に行くほどのファンであったことと、原作者の薄い記人が TBS ラジオ、小坂んでは青のヘビーリスナーであったことが縁である。また、原作者の番組出演の際、撮影に使われたセルガが送られている。 イエスタデイワンスモアのリーダーであるケンを演じる塚山正種は監督の原によるとボディーガードでのケビン・コスナーの吹き替えを聞いてすごい良い声だと思ったから出演をお願いしたとのことケンの恋人であるチャコ役の小林愛については1999年に放送されたガンダムでの声優っぽくない生々しい感じに腹が引かれたというすごい逸材だなと思って原は 当時テレビアニメのクレヨンしんちゃんで演出を担当し、なおかつガンダムの演出もやっていた池畑隆にお願いし、小林愛の声が入ったテープを渡したという。原は小林愛の声が本当に大好きだったため次回作あっぱれ。戦国王合戦でもカスが連役で起用している。新之助役の矢島明子は2005年の原恵一との対談で本作を 劇場版の中で一番好きであると断言しており、本作及び次回作である戦国王合戦の2作は別格でこれからどうなるかわからないですけど、今のところあの2本を超えるのはかなり難しいだろうと思うと語っている。矢島は2017年のインタビューでもこの2作品を最も好きな作品として挙げている。万博を訪れていた野原一家。 到着の遅いヒロシを待っていると、万博に突如怪獣が接近。万博防衛隊である野原一家はこれに対抗し、戦闘機で万博へ向かっていたヒロシは巨大ヒーロー、ヒロシさんに変身し怪獣に立ち向かう。という特撮ビデオを撮影していた野原一家。撮影も終了し、次は私の万とミサエは胸を踊らせ、魔法少女ミサリンに噴する。ビデオ撮影は、 20世紀博のアトラクションの一つであり、大人たちは子供の頃を懐かしみ、20世紀博を満喫していた。しかし、毎日のように20世紀博の子供部屋に預けられていた、新之助やカスカベ防衛隊を含む子供たちは不満を漏らしていた。風間トルは大人たちの異常なハマり方に疑問を抱き、幼稚な遊びにふける母親を心配していた。また、 20世紀博の影響は全国に広まり、街中では、旧車が走り、古い電化製品やファッションが流行するようになっていく。ある晩、20世紀博からの大事なお知らせが、放映される。明日の朝、お迎えに上がりますという内容の短いものだったが、それを見たヒロシとミサイは、まるで何かに取りつかれたように、夕飯も食べず、新之助とひまわりを放置して寝てしまう。 翌朝になっても二人の様子は変わらず、広ロは仕事にも行かず、揃って暴飲暴食をして昼寝をしていた。新之助は話しかけても子供のような返答しか帰ってこない二人の姿に困惑する。見かねた新之助は幼稚園へ向かおうとするが、バスが来ないので仕方なくひまわりを背負って自力で幼稚園へと向かう。道中、 三和社で幼稚園へ向かうと、道端や公園で子供のように遊んでいる大人たちを何人も見かけ、幼稚園の先生や近所の知り合いたちまでもが、広しとミサエのように表現していた。そこに大きな音楽を鳴らしながら街中を通る王都三輪の列が現れると、一斉にその列に集まって乗り込む大人たち。その中に両親の広しとミサエ、 意中の相手、大原七子の姿を見つけ、必死に王と三輪を追いかけようとする新之助だったが、自身には目もくれずに去っていく七子にショックを受け、その上大人たちの姿を見失ってしまう。大人たちがいなくなったその後、カスカベ防衛隊は新之助の家に集まっていた。もしかしたら大人だけの帝国イコール大人帝国を作るのではなどと考えていると、 tb の番組が突然昔の白黒映像へと変わっていった。その後コンビニに向かい、選挙していた不良小学生たちの目を盗んで食料を手に入れようとしたものの失敗し、誰もいないバーで大人になった気分を味わうかす壁、防衛隊だったが、大人がいなくなったために、街からは電気が消え、置き去りにされた子供たちはパニックに陥る。明かりの消えた。 新之助の家でカスカベ防衛隊がラジオを聞いていると、20世紀博の創立者で、イエスタでワンスモアのリーダーである。県から街を訪れる20世紀博の隊員に従えば、親と再会できるというメッセージが流れる。それを聞いた大半の子たちは従ったものの、何か不穏な空気を感じたカスカベ防衛隊は、そのまま迎えをやり過ごし隠れるのにちょうど良いと、 佐藤九の稼働へ足を運び、そこで一夜を過ごすことを決める。翌朝、迎えに従わなかった子供たちを捕まえる、子供狩りが始まる。追っ手の中には、広志とミサエ、園長先生の姿もあった。広志は文句を言いつつも、エキスポ70の部屋に、いつでも出入りできる迷子ワッペンであっさり釣られてしまう。佐藤九の稼働で夜を明かしたカスカベ防衛隊だが、新之助は、 ちゃんと8時にセットしたせいで、8時から始まる、子供狩りに逃げる時間を失い、居場所が見つかり、店内や街中で追いかけっこを繰り広げる。ヒロシやミサイを見つけ、父ちゃん、母ちゃんと呼びかけるが、ガキがいたぞ。と、大人たちを呼ぶ。その後幼稚園バスへ逃げ込んだが包囲され逃げ場はない。そこで新之助は、バスを運転して逃げることを提案。風間通る、桜だねね。 佐藤正夫は、この提案に驚き抵抗を示したものの、ぼ、ちゃんは、僕、できるかもと賛成したため、この計画を実行することとなった。しかし、ぼちゃんが、運転席に座ったところ手足が、それぞれのペダルとステアリングに届かず、それぞれアクセルブレーキクラッチギアを担当することとなり、運転手は座席に立った状態でステアリングを操縦し、運転することとなった。 その後順番に役割を交代して、追っ手を蹴散らしながら走る。そして、イエスタデイワンスモアの部下たちによって、扉が閉まろうとする二十世紀白に突入。見事成功するが、白を胴上げしていたことで、ハンドルが勝手に曲がり、柱に激突してしまう。風間通る、桜田ねね、佐藤正夫、坊ちゃんの四人はここで、隊員たちに捕まり、風間通るは、 僕たち、父や母に会いたいだけなんです。と話すが、ケンは、会っても無駄だ。お前たちの親は懐かしい匂いで子供に戻っていると、告げられる。新之助、ひまわり、白は辛くも逃げ切り、その時、イエスタでワンスモアの作った、二十世紀の匂いによって、大人たちが、懐かしさの匂いに夢中になり、幼児対抗していたことを知る。その後会ったは子供に戻っており、 当然、新之助のことは知らない。だが前日の言葉より、新之助は、広ロの足の臭さを思い出し、広ロの靴を脱がせて嗅がせる。広ロの足の匂い。それは、かつての本来の少年の思い出、失恋、状況、就職、仕事の失敗、ミサエとの出会い、新之助の誕生、念願のマイホーム、そんな彼の人生が積み重なり、蓄積された匂いである。 その足の匂いを嗅いだ広氏は今までの人生を思い出すとともに正気を取り戻し、オラがわかると問いかける新之助を涙ながらに抱きしめた。その後、ミサイも同じ手で正気を取り戻す。そして二十世紀白から脱出しようとする野原一家の前に、剣が現れ、茶子と暮らす家へと案内される。そこで語られる、剣の野望。この紅茶を飲み終えたら、 東京タワーに上りスイッチを押す。今度は、足の匂いでも戻れないだろう。もし、お前たちが、本当に未来に行きたいと思うなら、行動しろ、野原一家は走り出す。その途中で家に隠れていた隊員が追ってきて、オートサンディンへ乗り込んだ。何度も、懐かしい匂いに当てられ、その度に、足の匂いで正気に戻り、出口を聞き出し外へ出る。 東京タワーに登る野原家にイエス・タデイ・ワンス・モアの隊員たちが襲うが、野原家は起点とチームワークで次々と撃退していく。ケンとチャコの二人が計画のため頂上に登り始める。広ロはエレベーターの扉を手で押さえ、ミサエは迫り来る追手に対し尻で撃退、さらにひまわりも頭突きを繰り出す。残すは、新之助と白のみとなったが、白も、 台当たりで隊員を蹴散らし、残された新之助は一人で頂上を目指す。何度も転び、鼻血を流し、ボロボロになりながらも新之助は二人にたどり着く。ようやく二人の元に追いつき、剣の足にしがみつくが死がにもかけない。それでも何度も二人を止めようとするが、とうとう力尽き倒れてしまう。剣と茶子は計画を発動させようとするが、 大人たちの介護心の原動力、懐かしい匂いのレベルが最低まで下がり、計画は頓挫してしまう。町の住民たちは、野原家の行動を見て、現実の21世紀を生きたいと考え直したらしい。計画が破綻し感情的になったチャコが新之助に、どうして未来を生きたいのかと問いかけると、オら、父ちゃんや母ちゃんや、ひまわりや城と、もっと一緒にいたいから、喧嘩したり、 頭に来たりしても一緒が良いから、あと、オラ大人になりたいから、大人になって、お姉さんみたいな綺麗なお姉さんといっぱい、お付き合いしたいから。と思いの竹を叫び、再び鼻血を出して倒れる。剣は、敗北を認め、分かった、坊主。お前の未来、返すぞ、と新之助に告げる。外の世界には行かないわよと涙を流すチャコを見て、 ケンは何かを決意した顔で屋上の外へと向かう。その後、駆けつけたミサイト、ヒロシたちが止めるのも効かず、飛び降り心中を試みる二人だが、飛んできたハトに決意を揺るがされ、失敗に終わる。力が抜け、座り込み、死にたくないとこぼすチャコをケンが、後ろから抱きしめた。こうして、野原家やカスカベ防衛隊、そして、日本中の人々は、 それぞれの家へと帰っていった。クレヨンしんちゃんのレギュラーメンバーの基礎情報は、クレヨンしんちゃんの登場人物一覧及び個別記事を参照。オープニングテーマには、オラは人気者のカバー曲である、オラたちは人気者が使用される予定だったが中止された。この曲は、同作主題歌、元気でいてねの CD のカップリングに収録されている。 2002年4月12日19時20時54分に初のテレビ放送が行われた。この翌週から本番組の放送枠は土曜19時19時30分に移動したため枠移動前最後の放送となった。その後、翌年の2003年10月18日19時20時54分にも再放送され、クレヨンしんちゃんアニメ15周年記念企画の 一つとして2006年9月29日19時20時54分、映画、クレヨンしんちゃん長空、嵐を呼ぶオラの花嫁の宣伝として2009年12月18日19時20時54分にも放送され、これまで、クレヨンしんちゃんの映画作品で過去最多の5回テレビ放送が行われている。また、NHK の BS アニメやは第3弾では、本作が取り上げられた。 2001年公衆10億円以上番組。日本映画制作者連盟。2017年11月19日閲覧。浜野補助編。アニメーション監督。原圭一2005年。 クレヨン新ちゃん映画大全2002年 http コロンスラッシュスラッシュ www.cine mato day.jp スラッシュページスラッシュ n00411602014 年5月14日閲覧このエピソードは後年 CS のテレ朝チャンネルで再放送が行われているカーチェイスの絵コンテは演出の水島ストが担当している AB 期が狂いそうなんだよ。猛烈。原圭一映画祭体験キシネマカラーズ2015年2月24日、浜野補充、原圭一編、アニメーション監督、原圭一将軍者、2005年、P165。新ちゃん通信スペシャルインタビューの原慎之助役、矢島明子 B ストレージ2020年4月30日、閲覧。この時、高校生であるはずの、 埼玉くれないサソり隊の三人もブランコに乗っている。その前に、新之助もちゃっかり見ている。またその際、ヒロシは、おお、猛烈。と言っている。ABCDE エンディング表記なし。曲の仕様が見送られた理由については不明。2015年11月2002年アニメ特別番組2006年9月、双葉社版くれよにんちゃん公式サイト2009年12月。 ふたばしゃばんクレヨンしんちゃん公式サイト2009年の再放送ではオープニング、エンディングなど一部のシーンがカットされているハット BS アニメやは公式サイトバックナンバー。ありがとうございます。